演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、業務スーパーの牛乳パック水羊羹を食べたいと思います。牛乳パックシリーズ3本目。これ美味しそうですね。今回は和風、どんな風なのかな。これも結構 YouTube の動画とかで見てるんですけど、どんな感じ、本当にそこまでの味なのかな。ベチボチャっと外に出そうな気がして、おー、やっぱりチークルだなって。うわー、だいただきます。喉越しがさっぱりしていて、本当にますね。ここに書いてある小豆なすも本当にあっさりしていて、しつこくなく、最後までこの量なのにあっさり食べられて、とっても美味しかったです。そしてこのようなアレンジレシピもありますし、小豆は温めて美味しいって感じでしょうね。まあ小豆そのものがあーちじじっていうものではないんですけど、知ることがと、これ見てるだけでお餅とか食べたくなってきましたね。そういうものを誘発してくれたことも含めて、こちらを提出させていただきます。次はもっと別の抹茶味とかも食べてみたいな。それでは、ツバメいる柱を守るぞ、この鉄鉄を、この鉄で柱を守ってあげたい、そんな気持ちでしょう。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。